長春は中国人民解放軍海軍の安山級駆逐艦の3番艦。現在、山東省乳山市で保管展示されている。元の名前は、ポスペーシュヌイで、コムソモリスクナームウレゾー戦争で太平洋艦隊所属、グネフヌイ級駆逐艦として、1939年4月30日に浸水し、1940年9月25日に、 レシーテリヌイと解明してから1941年8月26日に収益した。戦後、1951年から1953年にかけて補修が施された後に、1955年に安山、武順、大元と共に中華人民共和国に売却された。 長春については1955年6月28日に、神桃の北海艦隊に大元と共に引き渡された。すでに老朽化していた艦船だったが、有力な艦船を保有していなかった中国では、歓迎された。翌年の1956年には、当時27歳の長女さんが艦長に就任し、この若き艦長のもとで、長春は1962年4月12日に度、 平文陳太タを匿名紹介作戦のため、中国近海探索行為をしていたド平文に対して、安山、大元と共に出動し、睨み合いの末、長春が警告信号を発信して、米軍を領海外に退去させた。これは中国人民解放軍発の領海外軍事作戦となった。この軍港の後も多くの軍港を重ねた長女さんは、後に、 三望町まで上り詰め、長春も1990年8月まで運用された。1970年代には近代化階層として、魚雷発射艦が撤去され、艦隊艦ミサイルが装備された。ありがとうございます。